申し込む。近藤里×デラダリエコアカス超多忙のフジ局アナ時代。52歳の若さでこの世を去った有賀さつきさん、貴乃花親方を陰から支える花田恵子夫人、3月いっぱいで終了する朝一の不動由美子アナー。最近ニュースでよく耳にする女子アナを取り巻く環境に身につまされる思いを抱いた読者も多いはず。そこで年を取るごとに共感度が増す彼女たちの今に接近。近藤里49位かイコール近藤寺田さんはいつも佇まいがとても素敵で、私にとってお手本のような存在です。寺田理恵子56位かイコール寺田、嬉しい涙ダッシュ。富士出身のアナウンサーはみんな先輩を立てるのよね。でも本当は私を反面教師にしてるんじゃない。波乱万丈すぎて笑い。共にフジテレビ出身で先輩後輩の間柄、当時内定競争倍率は数千倍と言われた難関を突破し、花形職業の座を射止めたのは寺田さんが84年、近藤さんが91年のこと。寺田、私は劣等生なのよ。たまたま大学の就職課でアナウンサー募集の張り紙を見て、あ、三社、テレビ朝日、日本テレビ、フジテレビ、受けられるんだと知って、とりあえず受けてみたけれど、フジテレビはもう4人がすぐに決まって、私は追加みたいな採用だったの。近藤寺田さんが4人にプラスされて採用されたのだとすると、特例だったんですね、寺田、そう。私だけ何のトレーニングもしていなくて、面接で原稿を朗読するんだけど練習不足で、面接官だった露木しげるさんに、君自分で喋っていることわかるかなと言われるくらいだったんですが、なぜか合格して。近藤知らなかったです。でも寺田さんの個性を見ていたのでは。入社後の人気はすごかったですものね。80涙ダッシュ。90年代はバラエティ番組が全盛。当時楽しくなければテレビじゃないお旗印にお茶の間の圧倒的支持を得たフジテレビで、寺田さんは元祖アイドルアナとして一躍人気者に。寺田、そんな状況で入社したら他の4人はすでに訓練を積んでいて、続々と仕事が決まって。私だけ半年間仕事がなかったんです。それが山村日子。現在日さんが新婚旅行へ行くことになって、私だけしかスケジュールが空いてなくて、急遽代役で俺たちひょうきん族に出演して、そのまま2代目に抜擢。私はそういう偶然やラッキーだけで来ているのかもしれません。近藤、それはやってきたチャンスをしっかり掴んだということですよね。寺田、さとちゃんはアナウンサー志望だったの。近藤、私は大学時代 NHK でアットのアルバイトをしていて、お弁当の手配から床を這いずり回るような作業まで、いわゆる裏方をしていたの。アナウンサーになろうと思ったことはなかったんですが、肥大の芸術学部だったので、みんな試験を受けるから私もというノリで履歴書に3分間写真を貼って送ったんです。そうしたら入社後、人事の人に写真がめちゃくちゃ目立っていたって、寺田綺麗だからそれでも受かってしまうのね。近藤さんはバラエティの他に FNN スーパータイムなどのニュース番組に出演。報道アナウンサーとしてのイメージが定着していく。近藤、入社試験のカメラテストで当時の社会党の子、土井たか子さんとのパネルトークがあり、土井さんは女性の仮面をかぶった男ですと言ったら、また後から人事の人に、お前こそ男だよ、と言われて。入社後もそういう心の強い女性に出会う機会が多く影響を受けましたね。あの頃はほとんど休みがなかったけど、早く帰りたいと思ったことはなかった。寺田、私もなかった。取材を受けることも多くて、余波で CD デビューもしちゃったけど、それもこれも局の宣伝になれば面白ければという風潮。
私はあの時代に鍛えられたことがその後の糧になっていると思う。その後、二人は共に寿大社。寺田さんは27歳で制作会社のディレクターと結婚。しかし長女を出産後、夫の不倫疑惑が報じられ離婚。そして2000年に NEC 元会長の御曹司である大手広告代理店勤務の男性と再婚し、次女を設けるが、夫は12年に急逝してしまう。近藤さんは98年に歌舞伎俳優の子、坂東彌十助さん、後の三津五郎、15年逝去と結婚後1年余りで離婚。3年に会社経営者と再婚し、一男を設けている。近藤、私はアナウンサーを完全に辞めていた時期はないんです。退社して最初の結婚生活を送っていた頃も緩くではあるけれど続けていました。今はナレーター業は死ぬまで続けたいと思っているの、寺田さとちゃんらしい。私は再婚54年間専業主婦だったの。その時期には今できることを考えて好きな手芸の腕を活かして匿名で採択ワークをしたり。近藤、そんな時期が。寺田、そうなの。子供の通学用のバッグを作ってサイトに出品したり。夫が急死した後は稼がなくちゃと思って普通のオフィスでも働いていたし、近藤、うわぁ。何やってたんですか。気になる。寺田、最初は何社か応募して。でもなぜ寺田理恵子が、ということや年齢で不採用になるの。その後やっとベビーシッターの派遣会社に採用していただいて。そんな経験をしたから、私はいつも自分の体験を俯瞰して眺める癖がついているのかも。